この町の象徴的建造物、課長番の娘、リーゼルの泉ゲッティンゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン群に属す都市である。同州南部に位置する大学都市であり、教育、研究で強く特徴づけられる。都市名は、ゲッティンゲンとも表記される。ゲッティンゲンは、ハノーファー、ブラウンシュバイク、オスナブディック、オルデンブルクに次ぐニーダーザクセン州で5番目に、 大きな都市であり、上級中心都市の機能を担っている。この町は、ゲッティンゲン軍の軍長所在都市であり、同軍最大の都市である。1964年に、ニーダーザク戦ン収集議会で可決されたゲッティンゲン法により、それまでの軍独立市から、ゲッティンゲン軍に編入された。この都市はこれ以後も、特に定めない限り、 軍独立市と同等の扱いを受けることになっている。ゲッティンゲンは1965年に人口10万人を超え、これにより大都市となった。最寄りの大都市にはカッセル、ヒルデスハイム、ブラウンシュバイク、エアフルト、ハノーファー、パーダーボルンがある。ゲッティンゲンはハノーファーブラウンシュバイクゲッティンゲンボルフスブルク、大都市圏の南端にあたる。ゲッティンゲンはライネイルメ定地が、 ゲッティンゲンの森に接する境界に位置している。ライネ川が南北に流れ、北部のベーンデシクをベーンデ川が、北東部シクをルター川が、西部シクをグローネ川が流れている。さらに数キロメートル北はネルテンの森につながっている。ゲッティンゲンの南の市境には、ライネ川から水を引いているゲッティンガーキース勢がある。ゲッティンゲンの地域は、 海抜138メートルから427.5メートルに一致している。中心部はクレーパーベルクやハインベルクの西側にあたる。ゲッティンゲンの森の東端にあたるマッケンレーダーシュピッツェがゲッティンゲンで最も高い山である。ライネ川の西側の市域内に同盟の外区を有するハーゲンベルクがあり、約2キロメートル南に緩やかなエーゲルスベルクの丘陵がある。西の市境は クヌトベルク及びクーベルクの高さに及ぶ。ゲッティン原市街は、ゾリング山地、カウフンゲンの森、ドランスフェルトの市の森、ブラムバルトに囲まれ、ゲッティンゲンの森のすぐ西側にある。ゲッティンゲンの降水量、気温、日照時間グラフゲッティン原市は、温帯の海洋性気候と大陸性気候との間の移行地域にあたる。年間平均気温は摂氏8.7度。 年間降水量は644ミ、mm、リメートルである。最も暖かい月は平均気温摂氏17.1度の7月及び摂氏16.7度の8月で、最も寒い月は摂氏0.3度の1月及び摂氏1.0度の2月である。最も降水量が多いのは6月で平均81ミリメートル、最も少ないのは2月で39ミリメートルである。 5月の日平均日照時間は6.3時間で最も長い。ゲッティンゲン市の厚生ゲッティンゲンの地域は18の元区及び市区に分けられる。いくつかの市区は単独であるいは隣接する市区と共同でニーラーザクセン市町村法のオルトシャフトを形成している。各オルトシャフトは住民による選挙でその人口に応じて9人から13人の 地区議会議員を選出する。その議長が地区長に就任する。地区議会は各地区で懸案となっている事項を聞き取るのに重要である。しかし最終的な処理の決定はゲッティンゲン市議会の責務である。以下の市町村がゲッティンゲン市と境を接する。すべての市町村がゲッティンゲン軍に属している。北から時計回りに列記する。フレッケン防便殿、バーケ。 フライヒエン、フリートラント、ロスドルフ、ドランスフェルト市、フレッケンアーデレプゼンである。ゲッティンゲンの地域には新石器時代の初めから定住が行われていた。戦隊分土器文化の数多くの出土品がこれを示している。発掘場所の一つが現在のグローネのショッピングセンター、カウフーパルクの近くであり、1990年代に市の考古学者により、 広範囲の発掘が行われた。さらに青銅器時代や鉄器時代の定住地跡も発見されている。月頻源は考古学上7世紀までには形成されていたと証明される存落に起源を持つ。この村は953年にグチンギという名前で新生ローマ皇帝夫一世の資料に記録されている。それは皇帝が当時のグーティンギ周辺の所領を マクデブルクの聖モリッツ修道院に寄贈する、証門である。この村落は、ライネ川の谷の東端、現在の聖アルバン教会周辺にあった。この教会は遅くとも11世紀の初めには、聖アルバヌスに建造されたゲッティンゲンで最も古い、教会である。現在の建物は14世紀から15世紀に建設されたものである。 この古い村付近での最新の考古学調査結果は、主工業が行われ、広範囲の貿易関係が築かれていたことを示している。この村を小さな川、豪手川が流れており、村の名前はこの川の名前から取られたものである。グローナ上司の記念市中世初期のグーティンギ村の運命に関しては、考古学的出土品から推測するだけでよくわかっていないが、 村の2キロメートル北西に作られたグローナ城とともに歴史の表舞台にはっきりと現れてきた。915年に新しく建設された城塞として記録されたこの城跡に王の居城に拡大された。ライネ川の対岸越しのハーゲンベルクの南の張り出し部に位置する城間には941年から1025年の間にリュードルフィング家の中レベルの館として 証明されているものだけで合計18回王や皇帝が滞在した。特にハインリヒ二世とその妻の国軍でにとってグローネはご気に入りの館であった。1024年の夏に重い病のためにこの館に入ったハインリヒ二世は同年7月13日にここで亡くなった。その後、 この城は、大な館としての機能を創出し、13世紀にグローネ家の城塞に改築された。1323年から1329年の間にこの城は、ゲッティンゲンの市民によって破壊された。その城主は、夫をー三世以降とゲッティンゲン氏とのフェーデのために、1387年に、夫によって完全に平地にならされた。 村の西の街道沿いのライネ川を渡る都市地に時代とともにやがて商人町が形成された。その町の名前はずっと存続し、後に都市圏を得るに至った。都市にその名前を与えた古い村は新しい都市の実質的な出発点ではなかった。それどころかこの集落は最初の歯壁の外側にあった。どのような状況で本来のゲッティンが成立したのか、 完全に解明されていない。ザク雑ケンバイエルン公ハインリヒ施工が、市の創設を主導したとされているが、施公の知性が1150年から1180年、1200年頃と、される創設時期と一致している。1201年から1208年まで、施公の次男の神聖ローマ皇帝夫4世の、アニライン級中白ハインリヒ5世が、 死の領主として記録されている。この頃にはすでにゲッティンゲンはベルフ家の所有権や領主権から保護されていた。さらには、やはりこの頃までにゲッティンゲン市民という記述が初めてなされており、ゲッティンゲンがすでに都市の流儀で組織されていたことを推測させる。しかしゲッティンゲンは帝国都市ではなく、ベルフ家のブラウンシュバイクリューネブルク港の支配下にあった。君主の大官は、 城塞内に館を有していた。城塞自体は1250年以前に造営された都市防御施設の北東角に位置していた。現在もブルク通りという名前にその記憶を止めている。だが、君主は死に対してある程度の自由を与え妥協しなければならなかった。ゲッティンゲ源はその歴史の初期にベルフケと南ニーダーザク地域の敵対者たちとの戦いに巻き込まれた。 13世紀に入って最初の10年間の対立は、ゲッティンゲン上に対する政治的関心を呼び起こし、この政治的、軍事的状況をうまく利用して要求を突きつけた。夫1世は、おじにあたる夫4世やライン宮中白ハイ,インレヒゴ世の時代からゲッティンゲンが有していた権利を1232年の資料で確認している。これにより貿易は容易となり、 町に住む商人は保護され、月金ン,ンの自治権を拡作した。また、夫一世は死を他人の手に渡さないことも約束した。このことは、遅くとも、この時期までには市民によって構成された資産事会が存在し、実地にとっての実用的な手段となっていたことを示している。資産事会員は、1247年に初めてその名前が記録されている。 都市防衛施設によって守られていた地域には、最初、史上、現在の旧市庁舎、聖ヨハニス教会及び聖夜交尾教会の二つの主要教会と小教会である聖ニコライ教会、さらに重要な交通路であるベーンデ通り、グローナー通り、ローテ通りが含まれていた。防衛施設の外、ガイスマーラーモンの前には、聖アルバーニ教会を含む、 ガイスマーラー・アルテスドルフと呼ばれる古い村落があった。この村は中世世紀にはベルフ家の支配域の一部に過ぎず、このため都市特権の適用外とされ、支壁による防衛の拉致外に置かれた。ゲッティンゲンのボールや都市は、はじめ土イによっても守られていたが、遅くとも13世紀末までには土イの上に壁が築かれた。この古い防衛施設は現在、 トゥルム通りのマウアートゥルムと壁の一部が残されている。当時の防御範囲は最大600メートル600メートルで広さ約25ヘクタールであった。これはハノーファーよりも小さいものの近隣のベルフ家の都市であるノルトハイム・ドゥーダーシュタット・ミュンデンよりも大規模であった。土塁の建設に対する許可は1362年に ブラウンシュバイクゲッティンゲンエルンスと一斉によって与えられたが建設には最終的に200年以上かかった。人々は漁師から命じられたデジロの施設を建設し不可欠な修理を行い、さらには改良を加えた。こうして建設期間は合計400年に及んだ。ドルをあるべき状態にするには膨大な金と労力が必要だった。はじめは 池垣のある低い森土と人への堀が築かれた。これは後に、板塀と低い壁で囲まれた類壁で強化された。防類の最終形態は、剣道な防壁と類壁、連なった池を組み合わせた、広い堀、防類の外側に設けられた、少なくとも30基の塔、一連の保類と外部砦を備えていた。四つの主要な門は、古い紙壁の門と、それぞれ組み合わされており、 トモンと呼ばれていた。四壁の南を豪邸川が流れ、この頃には、運河で、ライネ川と結ばれていた。ライネ運河と呼ばれた、このライネ川の分流は、現在では、町沿いにより多くの水が流れている。ベルフキの分割相続に伴って、アルブレヒト2世が1286年に、南ニーダーザクセン地方の領主権を獲得した。彼は、ゲッティンゲンを宮廷所在地に選び、 旧市街北部にある城、バラージュスに入城した。1300年までに、市壁の西側、ライネウン河の対岸のノイシュタットに、両側に建物のある長さ800メートルの街並みが作られた。アルブレヒト2世は、急速に発展する、この街に経済と政治との新たなバランスを創造し、自らの権力を強化しようと意図したのである。しかし、 アルブレヒト2世は発展するゲッティンゲンが西に向かって拡大することを阻止できず、むしろゲッティンゲン参事会がノイシュタット発展のあらゆる機会を摘み取った。この試みが失敗に終わった後の1319年にゲッティンゲン主参事会はわずか300マルクでこの不愉快な競合相手の土地を買い占めた。ノイシュタットの南に最初は、 ノイスタット教区教会として聖マリエン教会が建造された。この教会は1318年に隣接する農場ごとドイツ騎士団に移譲された。13世紀後半に旧市街の周辺に2つの修道院が設立された。旧市街東部、現在のビルヘルム広場の場所にまず、フランシスコ会修道院が設けられた。後世の詩詩フランシススルーベクスの主張によると、 フランシスコ海は1268年からこの地にあった。製品と献上をモットーとするフランシスコ海修道士は靴を履いておらず、人々は彼らをバーファサーと呼んだ。この呼び名は修道院への通りに名残を留めており、現在でもこの通りはバーファサーストラッサと名付けられている。1294年にアルブレヒト二世はドミニコ海修道士にノイシュタットの対岸。 来年運河沿いのパーアッペンディークに修道院を設立することを許した。その修道院教会は1331年に剣道されたパウリーナ教会として利用されている。13世紀後半にはユダヤ人もこの町に住んでいた。1289年3月1日にブラウンシュバイクリューネブリュク港はゲッティン原始参事会に対してユダヤ人を 市内に住まわせる許可を与えた。ユダヤ人は主に現在の有伝通りの聖夜交尾教会付近に住んでいた。ゲッティンゲ源においてもユダヤ人の歴史は中世からすでに大きな苦難に満ちていた。1369年または1370年に夫を一世がユダヤ人に対する裁判権を死に譲として以降、この町でも流血の迫害や追放が繰り返された。 1460年から1599年までの100年間、ゲッティンゲンには、ユダヤ人は、住んでいなかった。14世紀から15世紀は、ゲッティンゲンにとって、経済上の前世紀であった。建築物もその証拠となっている。14世紀前半に、ゴシック様式のホール式教会として、西洋ハニツ教会の新築が開始された。1330年から聖ニコライ教会も、 ゴシック建築に建て替えられた。聖ヨハニス教会の工事完了後、14世紀後半には、聖夜交尾教会の新築工事も始まった。1366年には、現在の視聴者休館の主要部分も建設された。ただし、現在見られる建物の姿は15世紀中頃の基本特性を止めている。1360年頃に、死の環状防壁が、 新たに作り直された。この時、ノイシュタットやアルテドルフも防壁内に取り込まれた。こうした建設工事に伴って、四つの指紋はさらに外側に移され、地域面積は約75ヘクタールにまで拡大した。1318年のアルブレヒト2世の死後、ゲッティンゲンは、夫1世を経て、エルンツと1世が継いだ。彼に統治されたゲッティンゲン工業は、 ブラウンシュバイクリューネブルク工領の部分療法であったが、ゲッティンゲン工領はベルフ家の療法の中で経済的に最も貧しかった。エルンスと一世の後継者、オット一世の下でゲッティンゲンは自立した都市としての立場を強固にすることに成功した。クエードとも呼ばれるオット一世の憎悪は都市に向けられていた。流星を誇るその力は彼にとって目の上の単庫部であったのだ。 このため彼の統治は絶え間ない兵でと外交上の衝突の連続であった。ゲッティンゲン氏は最初は激しい圧迫を受けたものの最終的にはこれを回避することに成功し統治権をさらに強化してゲッティンゲンの自立を勝ち得た。シモンの前にあったリューネブルク公のライネベルク裁判所はゲッティンゲン氏の干渉下に置かれ1375年には オットー一世によって死に抵当として入れられた。両者の確執は1387年4月の戦いがピークであった。ゲッティンゲン氏は死壁内にあったリューネブルク港の城を攻略し、オットー一世は報復に周辺の村を荒廃させた。7月に市民らは傭兵隊長モリッツ・フォン・ウスラーの指揮したロスドルフとグローネとの間で野戦に及び、 リューネブルク公軍に勝利したのである。この結果、オッ夫一世は1387年8月に、ゲッティンゲンの所領と周辺地域の自由特権を認めざるを得なくなった。1387年は、ゲッティンゲンの歴史において重要な中間点となったのである。オッ夫一世の死後、後継者であるオッ夫二世の下でゲッティンゲンは自立性をさらに拡大した。 夫を二世の死によって、ブラウンシュバイク・ゲッティンゲン家が断絶した。公的な遺産問題と生前の1435年に退位したため、両主の権力は、ますます不安定なものとなっていた。その後15世紀の終わりまで、ベルフ家の領主権のありは、その影響力の低下を特徴とする。ゲッティンゲンは自由帝国都市ではなくブラウンシュバイクの支配下にずっと止まっていたのだが、 重要な自治権を勝ち取ることができ、時には帝国都市として文献に記録されたり、特別に重要な帝国議会に招かれたりした。オットー二世の死後、何度もの宮廷分割や領主変更の末、エイリヒ一世がカレンベルクゲッティン原稿領として統合して統治することになった。死ははじめ、新しい領主に対して忠誠を誓うことを拒否した。これに対して、 エイリヒ一世は、1504年に、皇帝マクシミリアン一世を介して、ゲッティンゲンに対する帝国アハトケを実現させたので、ある。絶え間ない緊張関係は、死の経済的衰退をもたらし、1512年に、死はついにエイリヒ一世に対する忠誠を誓った。その後まもなく、エイリヒ一世と死との関係は独特の穏やかさが、特徴となった。 さらにその後エイリヒ一世は死に資金を頼らざるを得ない関係に陥った。中世後期における月金源の政治的一般的飛躍の基盤は向上を続ける死の経済的地位にあった。それは特に古くから重要な南北を結ぶ通称路であるライネ川沿いの平地という交通の便が良い立地条件によってもたらされたものであった。この条件が 地元の経済因子である織物生産を助長した。月金源のギルドの内部サークルに属したライ年織の他、ノイシュタットには毛織物産業もあった。加工用の羊毛は市の周辺から持ち込まれた。そこには、一時は最大3000頭の羊と1500頭に及ぶ小羊がいた。毛織物はオランダへ、あるいはリューベックを経由して各地に輸出された。 1475年から新たに専門家が募集され、この地場織物産業は盛んになっていった。このいわゆるノイエン・ボレン・ベーバーは新しい、それ以前には使われなかった技術を月金源にもたらし、その後3世代にわたって輸出を主体とした食不幸の都市としての地位を固めた。しかし16世紀末になると安価なイギリス製毛織物に対抗できなくなり、 ゲッティンゲンの毛織物産業は衰退していった。リューベックとフライクフルトアムマイントを結ぶ重要な公益路沿いの交通の便が良い実地条件からゲッティンゲン商人も利益を上げていた。ゲッティンゲンの市場は領域を超えて重要であった。一年に何度も開かれる市場のために多くの外国人貿易商がゲッティンゲンを訪れた。ゲッティンゲン市場に商品を供給する。 広域商人や地域を超えた企業体で通貨貿易を営む貿易省はゲッティンゲンにも多くの財産を所有していた。ゲッティンゲンはハンザ同盟にも参加していた。この町は1351年に初めハンザ会議に出席した。しかしハンザ同盟との関係は大きな距離を保っていた。内陸都市であるゲッティンゲンはハンザ同盟の機能的な経済網は利用したいのだが、 同盟共同体の政治に関わるつもりはなかったので、ある。ハンザ同盟の正式な会員となったのは1426年になってからで、1572年には最終的に大会している。1585の基範画に描かれた、ゲッティンンに紙面の長望16世紀に、ゲッティンンでは最終的には対立関係を作り出すことになる、経済上の問題が生じ始めていた。 1514年に資産次会が財政改革のために新税を交付したため、主工業者のギルトと事実上承認層で形成されていた資産次会との間で公然とした対立が起きた。1514年3月6日にギルトは視聴者を選挙し、資産時を捕獲し、最終的には彼らを責任ある立場から追放した。資産時は営利非一斉に、 地位回復の援助を乞い、対立はくすぶり続け、ゲッティンゲンにおける宗教改革需要の温床となった。1517年のマルティンルターによる95カ条の、論題と1521年のボルムス帝国議会の、結果、宗教改革は徐々に、ドイツでの、特に大都市を中心とするより広い地域に需要されて、いったが、ゲッティンゲンを、はじめは、素通りしていった。 1524年から1525年のドイツ農民戦争がドイツ全土を荒廃させたが、ゲッティンゲンは平穏なままであった。95カ条の論題から12年後の1529年になって初めてゲッティンゲンに宗教改革が流布した。きっかけは中世色の強いバルトロメウスパレードであった。中世の大都市ではこうしたパレードは珍しいものであった。 ゲッティンゲンではこの頃まで古い教会活動は議論の余地のないものであった。変革は神経織職人やその個人的なサークルから起こった。彼らは1475年以降にゲッティンゲンに定住した人々であり、その意味では古くからの住民に比べて新しい思想に対して進歩的なグループを形成していた。神経織職人は バルトロメウスパレードに対する対抗デモを行った。グローナー通りで、ルターのコラール、主よ深き淵の底寄りでパレードを迎え撃ち、さらに紙幣や風刺化を歌った。神経折職人はこれにより、宗教的視点を超え、死の統治システムに疑問を呈したのであった。事態は、それまでの遅れを取り戻すような、驚くべき、改革の加速度で進展していった。かつて、 ロストックのドミニコ会修道士であったフリードリヒ、ヒューフェンタールがこの町のプロテスタントの説教師となった。これはさらに大きな影響を及ぼした。マルクト広場で公然と説教が行われ、資産次会との反対討論の後、1529年10月24日にパウリーネ会修道士の意に反して、パウリーネ教会でゲッティンゲン発のプロテスタントの通常ミサが挙行された。 ゲッティンゲン氏の参事会は、氏の教区教会に強制力を持っていなかった。その強制力は、エーリヒ一世が有していたのである。エーリヒ一世はカトリックを支持しており、支配下にある教区教会へのプロテスタント説教士の立ち入りを許さなかった。エーリヒ一世は1525年にすでに北ドイツの反プロテスタント両方によるデッサウ同盟に加盟しており、 自らのカレンベルクゲッティン原稿考内の大都市における宗教改革の需要を通して、エービンにも都市と領主との関係を不快な思いで見ていたのである。その後、ゲッティン原市民が1529年11月18日の会談で教会改革と政治改革を一体化すると、エーリヒ一世はこれに対して素早く厳しい対処を行った。彼は、 硬い形式の挑戦状を死に返したのである。この町の宗教改革運動のあり方に疑問を抱いたヒューフェンタールはこの町を去っていった。しかし、それは、ゲッティンゲンにおける宗教改革の終焉を意味するものではなく、ゲッティンゲン市民は恩恵派の説教師、ハインリヒ・ビンケルをブラウン・シュバイクからこの町に招いた。この頃、ヨハン・ブルンツも、 ゲッティンゲンの教会政治の首脳の一人となった。彼はすでに以前からグローネの牧師として、初期にこの地域でルター派の説教を行った一人で、後に死の弁護士となった。その後、死次会はルター派の説教を受け入れていない教区教会を閉鎖し、1530年の首路の手術に新たに作成したゲッティンゲン教会法を発表した。これは、 ゲッティンゲンの宗教改革の完了を宣言するものであった。この教会法はその上、マルティンルターが訂正し、認可を与えたもので、1531年にビッテンベルクの印刷書で宗教改革を称賛する序文をつけて出版された。エイリヒッセイとその二人目の妻、エリーザベと新教会法による宗教改革の完了後、状況はさらに緊迫した。 エイリヒイッセイは、モーリンゲンの両方会議で、死に対して、カトリックの教会を回復させる要求に対する、盗賊の指示を取り付けた。一方、ゲッティンゲンは、帝国の政治へと不を進め、1531年5月31日に、プロテスタントの帝国都市が、その信仰を守るために結成した、シュマルカルデン同盟に加盟した。1533年4月に、死は、 エイリヒ一世と話し合い、対立点を協定に列記した。これは、エイリヒ一世の妻エリーザベト・フォン・ブランデンブルクが1538年に公然とプロテスタントに転校したことと無関係ではない。1540年のエイリヒ一世の死後、彼女は息子エイリヒ二世の後見人として統治し、隠居所のミュンデンから、 カレンベルク・ゲッティンゲン公領内での宗教改革の完遂を要求した。エリーザベトはヘッセン・ビッツェンハウゼンの説教師、アントン・コルビノスを自らの公領の教区監督官とし、カレンベルク教会法を制定させ、1542年にこれを出版した。1548年のシュマルカルデン戦争でプロテスタントは敗北し、 アウクスブルク仮信条協定を受け入れざるを得なかった。帝国の多くの地域と同様にゲッティンゲンもひどく衰退し、この仮協定の受け入れを拒んだ。エーリヒ二世は長い不在の後、自らの綱領に戻り、母親にとっては遺憾であったが、1549年にカトリックの信仰を敷き、仮協定を施行した。ゲッティンゲンでは協定とエーリヒ世に抵抗していた。 教区監督官メルリンを死は悲免せざるを得なかった。この悲免は、教会活動における死の自立性剥奪のためのステップであった。その後、1555年のアウクスブルクの和議で、支配地域の信仰を定める権利は、帝国盗賊が有することとなった。エイリーヒニセイは、自らは敬虔なカトリック信者でありながら、1542年の 教会法とプロテスタントの協議がルフした公領ではそのままプロテスタントの信仰を認めた。1584年のエイリヒ二世の死後後継者がなかったため、ゲッティンゲン公領はボルフェンビュッテル公ユリウスが相続した。これにより、カレンベルクゲッティンゲン公領は再びブラウンシュバイクボルフェンビュッテル公領に併合された。 1582年にはすでに周辺の村を喪失することで公への影響力を失っていたゲッティンゲンは経済的衰退に加えて1597年、1611年、1626年と繰り返しペストの流行に災いまれた。1623年にゲッティンゲンは初めて、1618年に始まった30年戦争に巻き込まれた。 ゲッティンゲンは敵対する軍勢に取り囲まれ、君主のフリードリ・ヒウルギヒの要請によって一時的に、その駐屯地を引き受けなければならなかった。ハルバーシュタットの共信者と呼ばれた、フリードリ・ヒウルギヒの弟クリスティアンが、ゲッティンゲンもそれに属すニーダーザクセン帝国クライスを戦争に引き込んだのだ。1625年にゲッティンゲンは、両首の許可を得て、防衛施設の拡充を開始した。 これは必要なことであった。早くも1625年の秋に皇帝軍司令官アルブレヒト・フォン・バレンシュタインがこの町を包囲し、食料や宿舎の提供を要求したのである。バレンシュタインはやがて引き上げたが、その際に約1000頭の家畜を戦利品として連れ去り、町はすっかり静かになった。ゲッティンゲンは防衛強化に取り組んだが、近隣のミュンデンで、 大量虐殺をしでかしたカトリック同盟の司令官、ティリー博が1626年夏に死の目前に迫っていた。ティリー博は5週間にわたって死を砲撃し、ハルツ山地の山人を使ってライネ川の川筋を変えたため、死は1626年8月3日に指紋を開かざるを得なかった。ティリー博はベンデ通り32番のコマンダンテハウスを接収した。 ルッターの戦いでデンマーク軍に勝利したティリーハクはニーガーザクにおける安全を確保したが引き換えにゲッティンゲンは皇帝軍イコールカトリック軍に占領され続けた。ゲッティンゲンは占領下で大きな被害を受け耐えがたいほどの軍勢を課された。住民の多くは他の土地へ逃亡し400件近くが空き家となった。6年後の1631年に 勢力バランスが変化し、ブライテンフェルトの戦いで、スウェーデン軍がティリー博を破った後、ゲッティンゲンもプロテスタントのバイマルコービルヘルムが、率いるスウェーデンとバイマルの軍勢によって、再占領された。ゲッティンゲンは1632年の秋に、パッペンハイム軍の攻撃を受けたが、最終的には、プロテスタント側が支配権を握った。しかし死にとって、重要な問題は、 占領軍が市民の大きな負担になっているという事実が改善されないことであった。1634年のフリードリヒウルニヒの死により、チューブラウンシュバイク家が断絶した。ゲッティンゲンはまたもやベルフ家の相続罪の一部として、リューネブルク家の古い支流筋にあたるゲオルクのものとなった。ゲオルクはハノーハーを首都に選んだ。1641年のゲオルクの死後、この町は、 クリスティアンルートビヒの下で、オクタビオピッコロミーニの方位に耐えなければならなかった。こうして、ゲッティンゲンにとっての戦争は終わったが、この町はその後、長い間占領軍と戦費の負担を続けなければ、ならなかった。1735年のゲッティンゲン30年戦争後も、この町の経済的衰退は続いた。毛織物やアザブの輸出は、ほぼ完全に麻痺状態となった。 1400年には6000人だった人口は、1680年頃には3000人以下にまで減少した。経済的衰退に加え、政治的調落も起きていた。資産次会や市民生活におけるギルドの優越性は、領主支配権により無産した。エルンスト・アウグストは事実上の領主主導政治を1690年に実現した。外交面でも事態は変化していた。 ゲッティンゲンを含むブラウンシュバイク・カレンベルク皇領は、エルンスト・アウグストの下でと六百九十二年に、神聖ローマ皇帝レオポルト一世によって、選定皇領とされた。さらに七百十四年から、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定皇は、グレート・ブリテン王国と、同ー連合国となった。エルンスト・アウグストの息子であるハノー・オハー選定皇、ゲオルクルート・ビヒが、ジョージ一世として、 グレートブリテン王位についたのであった。ブラウンシュバイクリューネブルク高領は、ドイツ中部の領域上の大国の一つとなったが、高領内に大学を有していなかった。彼は、両方内で必要な進学、法学、医学の教育機関として、大学を新設することを決めた。選定高領政府はこれをゲッティンゲンに建設すると、決定した。ゲッティンゲンには、 それ以前から寄宿制教育機関のギムラジウムがあり、これが大学の原型になった。ハノーファー戦ン帝ゲオルク二世、アウグストの治世下、1734年に、その名にちなんだゲオルクアウグスト大学が開設された。1737年に記念式典が挙行された。大学新設後の急速な成功は、特にゲルラハードルフ,フ・ホンミュンヒハウゼンを迎えたことによる。 大学は市に新たな流星をもたらし人口増加を促進し集中的な建設工事によって街の姿は急速に変貌した。当時のゲッティンゲン新市民の意気込みは現在もゲーテアレーのグレッツィルハウスに見ることができる。新しい住居、レストラン、宿屋がオープンした。教授や学生に文化活動を提供するためウナバーサターツレイツトルが作られた。 その後、ゲッティンゲンはヨーロッパ全土や海外でも学問の街としての名声を獲得した。数多くの有名な学者がゲッティンゲンを訪れ、ここで働いた。大学の高い聖望は、特に新設された大学図書館の素晴らしい収蔵ポリシーによっていた。さらに1751年にゲッティンゲン王立学問協会が設立され、学問上の新知見に関する情報誌で、 たちまち国政的名声を獲得したゲッティンゲン、ゲレールテ・アンツァイゲンが刊行された。7年戦争では1757年から1762年まで、ゲッティンゲンは新たな占領を受けた。フランス軍がゲッティンゲンに駐屯したのだが、大学での学問活動が途絶えることはなかった。戦後、ゲッティンゲンの暴類は撤去され、遊歩道となった。こうして、 非武装化された大学都市はすべての学問活動を再開し全盛期を迎えた。ナポレオン・ボナパルトが引き起こした戦争ではハノーファー選定校領は1803年に戦うことなくフランスに占領された。しかしゲッティンゲンは占領やその他の負担を免除された。これには大学の高い名声が影響している。1805年に ハノーファー選定公領は突然プロイ占領となった。ゲッティンゲンはプロイン軍によって占領された。1807年のティルジットの和訳以後、ハノーファー選定公領は地図から消滅した。ゲッティンゲンはナポレオンの弟、ジェローム・ボナパルトが治めるカッセルを首都とするベスト・ファーレン王国に属すこととなった。ベスト・ファーレン王国内では、ゲッティンゲンは 来年県の首優となった。このため、中央機能を有する官庁や裁判所の所在地となった。知事庁舎は、ミハエリスハウスに置かれた。外国人による支配は、次第に圧迫感のないものになっていった。学生数は初期に減少した後安定しており、ゲッティンゲンは1813年まで続く、フランスによる支配に順応していった。ドイツにおけるフランス支配が和解した後、 旧ハノーファー選定校領,領はハノーファー王国に昇格した。ゲッティンゲンは1823年から新しく設けられたヒルデスハイム管区に属した。1807年にカールフリードリヒガウスが大学天文台の責任者となった。彼は現在では世界で最も尊敬される数学者の一人に数えられている。 ゲッティンゲン革命を描いた作者不詳の儀がドイツで起こった国家主義運動は政治上自由主義家や民主主義家の要求とともに流布した。1830年のパリの7月革命がドイツにも波及し、1831年にゲッティンゲンでいわゆるゲッティンゲン革命が起こった。ハノーファー王国は平穏なままであったがゲッティンゲンでは様々な原因で、 暴力サタンが勃発した。これに続いて、大学の臨時講師ヨハン・エルンスとアルミニウス・フォン、ラウシェンプラットを主犯とする革命議会が発足し、1831年1月8日に、ゲッティンゲン氏の資産次会は廃止された。革命議会は王に対して、ハノーファー王国からの自由と統治機構の解体を要求した。政府は譲歩せず、大規模な軍隊を市に派遣した。 1>, 1月16日に反乱者は降伏せざるを得なくなった。軍隊が市内に侵攻し、これを占領したためである。反乱のボードらは国外に逃亡することができず、厳しい処罰が申し渡された。3月初め頃には、月金源に再び平穏が訪れた。1月18日に政府によって閉鎖されていた大学は4月半ばに再開された。この反乱の結果、 政府は、市の行政機構の徹底的な改革を行い、1690年から続いた旧来の行政機構が刷新された。何世紀にもわたったギルドの政治的役割は終結し、市民の尊敬を集める第二子がその地位を占めた。ゲッティンガージーベン、最上段の二人がグリーム兄弟である。大学開設から100年後の1837年に、 大学の再次条件管理棟として行動が完成した。その前にある広場には当時の領主で行動の施主であるビルヘルム4世の記念碑が建てられた。その後継者で123年続いたブリテン王国とハノーファー王国の同訓連合が解消されることとなったハノーファー王エルンスト・アウグスト1世の下で同じ1837年に対立が起きた。 彼の遠くらいに伴い、全王が1833年に発布した比較的自由な制度が撤廃されたことに対して7人のゲッティンゲン大学教授が抗議を唱えたのである。エルンスト・アウグスト一世は同年12月12日にこれらの教授を罷免し、さらにそのうち3人を国外に追放した。この事件はハノーファー王国内のみならず、ドイツ全土で大きな反響を呼んだ。 ゲッティンガー G イベント名付けられた彼らは政治に敏感になった市民たちにとって殉教者のような存在となったのである。抵抗運動は反王政思想を揺り動かした。市民の抵抗運動は部分的には成功した。1840年8月6日の国家基本法でハノーファー王国は立憲体制に戻されたが、それは身分権利が 君主に不利にならないように調整されたものであった。月ゲ源ンンにはすぐに平穏が戻ったが、すでに1820年代から減少していた。大学の学生数はさらに減り、その威信を喪失した。体制闘争後、政治的自由による緊張緩和はほとんど見られなかった。集会は届け出る必要があり、貸本屋は監視され、追放された教授たちは1848年まで、 ゲッティンゲンに戻ることはなかった。大学に所属する者は、ゲッティンゲンを支配していた厳しい政治状況を、大学にとって不都合なものだという立場を取った。ドイツ各地で暴動が起きた1848年の3月革命において、ゲッティンゲンでは大規模な流血事件は起こらなかった。3月11日から12日にかけての夜中に、 警察と数人の組合学生との間で小競り合いがあっただけであった。その後、抵抗運動に参加した学生たちはこの町から去っていった。そうでなくても、学期の終わり近くであったため、この退去は不自然なものであった。月金源では革命機関として市民集会や市民防衛隊が組織された。しかし年末までにはこれらも解体され、政治問題化は回避された。 3月騒乱後の時期は、月金源にとって、どちらかといえば平穏な時期であった。政治運動はそれ以前に比べて沈静化しており、1850年代は、ゆったりとした快適な時代として記述される。この時代の街の発展について特筆すべき日付が1854年7月31日である。この日、アルフェルトから月金源への鉄道が開通し、 ゲッティンゲン駅が壮麗な式典と共に落成した。ゲッティンゲンも近代化に大きく、府を進め、人口は増加し、企業がゲッティンゲンに拠点を構え、中世の土類の外側にも、新しい住宅地が成立した。市と君主とは、依然、緊張関係にあった。王がこの町を訪問することは滅多になく、来た場合にも尊大な態度を崩さなかった。ゲオルク王は、 ゲッティンゲン市民に対して不信感を抱いており、対立者として危険視していた。ゲッティンゲンには意思疎通のできない君主に対する反乱の計画などはなかったのだが、1866年6月22日にプロイセン軍がゲッティンゲンに入り、ランゲンザルザの戦いの直後ハノーファーがプロイセンに併合された際にもプロイセン下に対する本格的な反対運動はなかった。 クレーパーベルクのビスマルク島プロイセン支配下で、ゲッティンゲンは比較的速やかに新しい関係に適応していった。ゲッティンゲンでは1832年から1833年までゲッティンゲン大学に席を置いたオットーフォンビスマルクへの人気が高まっていた。ゲッティンゲン市内には他の多くの町にあるようなクレーバーベルクのビスマルク島の他にクラウスベルクには ビスマルク記念碑も混流された。さらに市内にはビスマルクの家を示す二つの案内板がある。親プロイセン派の国民自由党は狙い通りに支持を集めていったが、一方でベルフ派はかつてのゲッティンゲン軍で成功を収めた。ゲッティンゲンの工業化は比較的遅かった。世紀の変わり目頃にやっとゲッティンゲンの工業生産の広がりについて語ることができるようになる。 世界的に尊敬を集める自然科学の中心地とまで評価を高めた大学の近くにあることから、ゲッティンゲンでは精密機械産業、工学産業、電気工学産業が発展し、ゲッティンゲンで最も重要な経済因子であった繊維産業はその座を失った。ゲッティンゲンの人口は1870年移行急速に増加した。 1875年の人口は1万7000人であったが1900年にはすでに3万人に達した。当時はまだ住民の多くが旧市街に住んでおり、大学教授をはじめ主に中流から上流階級に属す住民たちは市の東部にあるハインベルクの麓に住んでいた。1895年頃には旧市街の外側の住民が急速に増加していった。 帝国時代、ゲオルク・メルケルやゲオルク・フリードリヒ・カルゾといった市長のもとで開発が遅れていた公共施設の拡充も始まり、街は近代化されていった。30年近くにもわたる議論の末、1914年4月に市は路面電車の建設を決定し、6月29日に工事が始まった。レールはすでに納入されたのだが、敷設されることはなかった。 8月1日に戦争が勃発したため工事は中止され、それ以後再開されることはなかった。第一次世界大戦はゲッティンゲンでも熱狂的に歓迎された。多くの教授が愛国的ヒステリー状態に浮かれた。しかし、冷めた言動もすぐに現れ始めた。産業活動は戦時経済に移行し、日用品の供給に問題が生じるようになった。戦争は ゲッティンゲンに近くにあった。1914年8月にはすでに、ローベルクの麓のエイバータールに戦争捕虜収容所が設けられ、一時期は1万人近い戦争捕虜が収容されていた。第一次世界大戦は敗戦で終わった1918年に11月革命が起き、ゲッティンゲンでも、兵士、人民議会選挙が行われ、決議文が採択された。11月10日、 労働者ビリクレッチュマーによって、視聴者前に赤旗が掲げられた。党派は変動したが、騒乱はそれほど多くなかった。市長、ゲオルク・カルゾのもとで、姿勢は妨げられることなく継続されていたのである。1920年代のゲッティンゲン、商業会議所発行のノートゲルトバイマル、共和制内部の不安定さは、ゲッティンゲンでも沈静化していった。 1920年春のカップ一期の間、ゲッティンゲンでもゼネラルストライキが決議された。軍隊はそれに対して、自らの力を誇示するために3月15日に軍事行進を行い、通りを封鎖した。その後のバイマル共和制の騒然とした時代に、NSTP はゲッティンゲンで急速に地方を固めていた。1922年にはすでに NSTP の ゲッティンゲン支部が創設され、1920年代前半には国家社会主義の中心地となり、ゲッティンゲンではドイツ平均よりも高い得票率を得るのに成功していた。NSTP、特に SA は定期的に集団で通りに繰り出し、政治的敵対者との衝突を故意に誘発した。1930年3月には SA と共産党の赤色戦線戦士同盟との 間で暴力沙汰が起きている。共産主義者と国家社会主義者との戦いは、この後、ゲッティンゲンでは日課のようになっていった。1929年からの世界恐慌は、ゲッティンゲンにも影響を及ぼした。大企業は閉鎖に追い込まれ、失業率は上昇し、貧困者が増加した。NSTP はこれによりさらに支持を拡大した。 1932年7月21日、ヒトラーの登場がゲッティンゲンにおける帝国議会議員選挙運動のクライマックスとなった。激しい雨にもかかわらず、2万人から3万人の聴衆がカイザービルヘルム公園の会場に集まった。その後の7月31日に行われた選挙では、ゲッティンゲン市民の51%が国家社会主義者に投票し、絶対多数を得た。 ゲッティンゲン氏とは対照的に戦後ゲッティンゲンに合併した市区にあたる周辺の町では国家社会主義者は足場を固めるのが事実上困難であった。特に当時は独立した町であったグローネは突出して頑強であった。1933年3月5日の選挙では社会民主党が最大勢力となった。グローネは 当時のブラウンイコール南派のオファー選挙区で、この選挙で NSTP を第一党としなかった、わずか4つの市町村のうちの一つであった。20世紀の初めから国家社会主義の時代まで、数学と物理学の分野で、ゲッティンゲン大学は大きな成功を収めた。フェリックス・クライン、ダフィット・ヒルベルト、ヘルマン・ミンコフスキー、エミーネーター、ヘルマン・ワイル、 リヒャルト・クーラントといった数学者やマックス・ボルン、ジェームス・フランクといった物理学者らが世界的な名声を享受し、この街の栄光を広げていった。ゲッティンゲンにおける NSTP の選挙の成功はナチスによる権力掌握の直前に遡る。1933年1月30日のヒトラーのドイツ国首相指名はゲッティンゲンでは、 その翌日に大規模な松明行列で祝われた。これには2000人以上の征服姿の SA、SS、ヒトラーユーゲントが参加した。ゲッティンゲンでは権力掌握も騒乱なく進行した。2月28日の国民と国家を防衛するための緊急令の後、ゲッティンゲン警察は共産主義者に狙いを定め、早くも3月5日には SA が妨げられることなく、視聴者に ハーケンクロイツの旗を掲げられるようになっていた。SA は1933年3月28日にユダヤ人商店のショーウィンドウを叩き壊し、ユダヤ人市民を暴力的に攻撃した。ゲッティンゲンから遠くないモーリンゲンに1933年に強制収容所が設けられ、1940年からは青少年強制収容所として用いられた。行政、経済、 学問からのユダヤ系住民の系統的排除は、大学の特に数学と物理学部門に手痛い、損失をもたらした。ゲッティンゲンやドイツ全体の自然科学は、第二次世界大戦終結後、ゆっくりと回復するしかなかった。これと同時に、この街の精神生活は目に見えて貧困になっていった。非ドイツ的と楽園を押された著者の多くの、大学所蔵の書籍が、 ドイツの学生により焼却されたナチスドイツの噴書からもそれがわかる。1933年5月10日の噴書は、ゲオルク・アウグスト大学総長、フリードリヒノイマンによって執行された。ゲルマン学者、ゲルハルト・フィッケの講演の後、ナチス学生連盟の学生たちが、ベンデモンからアドルフ・ヒトラー広場まで松明行列を行った。そこでは、 レーニンの盾を頂点に置いた滝木の山の前で、学生会会長、ハインツ・ボルフが、ひどいツ精神に関する短い演説を行った。各曲、フラム・インペアとホルスト・ベッセルの歌を歌った後、群衆は解散した。1938年までシナゴーグがあった跡地、1973年に記念碑が設けられている。マッシュ通りのシナゴーグは1933年3月の、 襲撃で一度目の破壊を受けていたのだが、1938年11月9日から10日の排斥運動でナチスのボートによって放火された。1933年以前にはユダヤ系住民が約500人住んでいたが、1938年でも220人がこの町に残っていた。彼らはほぼ例外なく SA や SS による攻撃の犠牲となった。 1941年12月の NSTP、ゲッティンゲン軍の管理部は、ユダヤ人の国外追放が間近に行われることをすでに全住民が知っており、その住居の圧戦を希望する申請が多く、寄せられていることに頭を悩ませていた。この活動に対する抵抗はなかった。ゲッティンゲンに住んでいた140人のユダヤ系住民は1942年に、 絶滅収容所に送られた。ゲッティンゲンは第二次世界大戦の空爆を比較的軽度の損害で切り抜けた。1944年7月7日以降、この町は8回の空爆を受けたが、これは主に鉄道施設に対するものであった。破壊されたのは動物学研究所、解剖学研究所、ビール醸造所、来年川にかかる鉄道橋、貨物駅、ガス工場、 駅舎などであった。歴史的旧市街はほとんど無傷であった。ただし爆裂弾がマッシュ通りの下半分を破壊し、ルターシューレ、ユンケルンシェンケ、ライニシェーホーフ、ユーデン通りやアンガー通りの多くの住宅が破壊された。大きな被害を受けたのは、当時はプリンツェン通りにあった大学図書館、ベーエンデ門前のオーディトリウム、パウリーナー教会、視聴者、 ヨハニス教会であった。旧市街の外では、グローネ地区とトロイエンハーゲン地区、それにカッセルへの幹線道路、アルント通り、エミリーン通り、ベンデ国道沿いの住宅が爆破された。合計約120人の死者に加え、235棟の住居が跡形もなく破壊され、数多くの家屋や公共建築が損傷した。一方、近隣の都市、カッセル、 ハノーファー、ブラウンシュバイクは連合国側の徹底的な総爆撃を被っていた。ゲッティンゲンは空爆を逃れた難民でいっぱいになった。特に設備の整った病院があったため、戦争の進行とともに病院都市としてみなされるようになり、終戦時には3000人から4000人の負傷兵がいた。幸運なことには、この街にアメリカ軍が進軍してくる前に、 全ての戦闘行為が集結しており、大きな戦闘がないまま1945年4月8日に解放された。この日の砲撃では、ガイスマー通りの家屋とビルヘルム・ベーバー通り、セーパウルス協会が被害を受けた。第二次世界大戦で破壊されたゲッティンゲンの建物は全体の2.1%であった。戦後、この街はイギリス管理地区に属した。 イギリス軍の到着に伴ってアメリカ軍は撤退した。月金源は三つの管理地区の境界に位置することとなった。隣のチューリンゲ源はソビエト管理地区、南のカッセルはアメリカの管理地区であった。その立地と戦争をほとんど無傷で切り抜けたことから、月金源は越境者や難民が目指す町になった。また、 ゲッティンゲン大学はドイツで最初に1945年から1946年の冬学期から講義を再開した。戦中、戦後の混乱によりこの街の人口は急激に増加した。1939年のゲッティンゲンの人口は約5万人であったが、1949年には8万人となっており、この当時ドイツ最大の人口密集都市の一つとなっていた。 このため、他の都市のように合併により、面積を広げるような19世紀の工業化プロセスを取ることができなかった。戦争直後にはまず、ベストシュタットの建設が最優先された。1957年4月12日に、ゲッティンゲン宣言が発表された。これは、当時の連邦共和国首相、コンラート・アデナウアーが提唱した、戦術核兵器による武装に対し、 カール・フリードリヒ・フォン・バイツ・ゼッカー主導のもとで、マックス・ボルン、オット・ハーン、ベルナー・ハイゼンベルク、マックス・フォン・ラウエといったノーベル賞受賞者を含む18人の原子、物理学者や核物理学者が反対の警告を発したものである。この、ゲッティンゲンの18人の発言はこうそうし、アデナウアーの構想はこの時点では撤回された。遅れていた。 市町村合併と工業化は1964年6月26日のゲッティンゲン法によって動き始めた。ガイスマー、グローネ、ニコラウスベルク、ベインデといった町が市に合併された一方、ゲッティンゲン市はゲッティンゲン軍に編入された。それでもゲッティンゲンは軍内で特別な地位を保ち、州法や その他の法律に抵触しない範囲においては、軍独立市の規則が引き続き適用されるとされた。この合併によりゲッティンゲンの地域は2倍以上の7371ヘクタールとなり、人口は8万3000人から約31%、増加して10万9000人となった。これに伴って、新しい住宅地が整備され、新しい宿が設けられた。こうして、 近代的な大都市へ発展するためのポイントは用意された。1970年代の大規模計画は古い大学都市の特色を残しながら南ニーラーザクセン地方全域の上級中心都市としての都市開発を行うという計画であった。最も重要なステップは1968年に行われたベーンデ通りの大学乗馬場の解体であった。これに対して 学生や市民は激しい反対を示した。1966年から1975年の間に市内中心部の通りの多くが歩行者専用区域に改造され、1978年に新しい市庁舎が建設された。もともと乗馬場の解体はこの新市庁舎のためであったのだが、その後全然違う場所である旧市街の南東部に建設されることとなった。 乗馬場城跡地には視聴者の代わりにショッピングセンターと短命に終わった市営プールが建設された。1993年に開館した修理図大学図書館新舟都市と同様に拡大した大学も近代化がなされた。学生数は1945年、1946年の冬学期の4680人から1990年代はじめには3万人にまで。 増加したが、その後減少傾向にある。1964年に、現在のキャンパスと、旧市街北側の大学スポーツセンター後に、人文科学センターが建設された。ベーンデとニコラウスベルクとの間にノルトイコールにニが建設され、現在ここに、自然科学系施設の大部分がある。さらに1973年から、新しい大学病院の建設が始まった。最後に、 1993年に建築上の要求が難しい州立大学図書館の新棟が開館した。1989年の東西国境開放と1990年の東ドイツの連邦加盟により、ゲッティンゲンは国境地域の町ではなくなり、ドイツ中部の交通の便が良い立地となった。しかし一方では、1993年の連邦軍移転につながった。 これは、軍事都市としての伝統豊かな歴史が集結したというばかりではなく、重要な経済因子が失われたことをも意味した。1968年に、ゲッティンゲンでも、学生運動が起こった。ここでは、よそほど、急速に集結しなかった。1990年代の初めにも、反ファシスト運動のいわゆる、シェルベンデモや、左翼過激派団体ブラックブロックが主導する。 反極右思想の連帯デモンストレーションのために新聞の大見出しになっている。1990年以降現在までほぼコンスタントに左翼過激派が多くの活動を行っており、全国的に報道の注目を集める。2010年6月1日、ゲッティンゲンの祝祭広場で第二次世界大戦から65年を経過した古い不発弾の新刊を抜く作業で3人が死亡。 二人が重傷、四人が軽傷を負った。死傷者はすべて爆弾処理の準備作業中であった。月金ン,ンの人口推移・人口推移は中世以来増加を示しており、近世の初め以降急速に増加した。1985年には13万2100人の一時的に最高人口に達した。ニーダーザク先週統計局の調査によれば2006年12月31日の ゲッティンゲンの人口は12万1581人であった。ゲッティンゲン大学の学生数は2004年夏学期が2万3446人、2004年2005年冬、学期が2万4398人、2005年夏、学期が2万3649人、2005年2006年冬、学期が2万4400人であった。この他に、 ホーク大学ヒルデスハイムホルツミンデンゲッティンゲンや私立ゲッティンゲン専門大学の学生もおり、全人口に占める学生の割合は約20%に達する。ルター派の聖ヨハニス教会ゲッティンゲン氏の地域は、はじめはマインツ大司教区、またはネルテン助祭長区に属した。宗教改革員後は何、世紀もの間、ほぼ完全にルター派の町であった。1530年に、 グリューベンハーゲン教区監督管区の会に位置する教区監督を有する新しい教会法が設けられた。市内のすべての教会組織は一つの統一連合を形成していた。後に、ハノーファー王国はゲッティンゲンを教会管区の本部所在地とした。この管区には多くの教会クライスが属しており、ゲッティンゲン教会クライスもこれに属した。 ゲッティンゲン氏のすべての福音主義協会組織は、現在でも、改革派協会、自由協会の扱いになっていない限りは、ハノーファン福音ルター派協会のゲッティンゲン協会クライスに属している。1713年に改革派協会の礼拝堂が、1736年には、フランス改革派の礼拝堂が設けられた。両者は1748年に、改革派教会組織を形成し、 1752年にニーラーザクセン改革派協会連合に加盟した。1928年ゲッティンゲンの改革派協会は、ドイツ福音主義改革派協会連盟の設立メンバーとなり、現在もこれに所属している。福音主義改革派協会とハノーファー福音、ルター派協会に属するゲッティンゲンの福音主義協会は共に、ドイツ福音主義協会に属している。 1746年からゲッティンゲンの学生たちがカトリックの礼拝組織を再結成した。その1年後には市民にこれが広がり、1787年に宗教改革以後初めてのカトリック教会、セーメヒャエル教会が建設された。1825年には独自の司祭区が設けられ、ヒルデスハイム司教区に属した。 1929年には2つ目のカトリック教会、パウルス教会が作られた。後にゲッティンゲンはヒルデスハイム市教区の主席司祭区となり、市内の司祭区はすべてこの主席司祭区に属している。こうしたに大教会の他に自由教会に属す、教会もある。福音派自由教会、メノーハ教会、福音派自由教会エクレシア、セブンスデーアドベンチスト教会、 独立福音ルター派協会、自由福音派協会である。ゲッティンゲ源には16世紀からユダヤ教組織の存在が証明されている。そのシナゴー群は1938年の水晶の夜に放火された。私立墓地の近くにあるユダヤ人墓地は国家社会主義の時代にも破壊を免れた。2004年の年始にアンガー通りに新しい組織センターが完成した。 2004年2月6日、新しい礼拝所で、初めての暗息日の祈りが捧げられた。ムスリム組織もいくつかある。2005年、ケーニヒスシティークで、セレームやモスクの建設が始まり、2006年に、完成した。この他に、ベンダー修道に、AL、タケワモスクがある。さらに、エホバの証人、末日聖徒、イエスキリスト教会、新首都派教会、 正教会もある。ゲッティンゲン旧市庁者12世紀にはすでに24人の参事からなる資産事会がこの町のトップを担っていた。1319年に新しい市庁者が建設された。資産事の選挙はミハイルの祝日の次の月曜日と定められていた。1611年から24人の参事は全市民の中から選出されることとなった。 三次はその中から市長を選出した。1669年から市三次は16人に削減され、後にはさらに12人にまで削減された。1690年から市政制度は完全に刷新された。それ以後、市議会は裁判長、二人の市長、法律顧問、市の行政部局長と支配者層が選出する8人の議員によって、 構成されるようになった。ベスト・ファーレン王国時代には、マイレが市政に当たり、市町村議会がこれを補佐した。1831年に組織、行政規則が施行された。これ以後、一人の市長、または1844年以降は、上級市長を置くことが定められた。1852年の新しい市条例は再び、市長を置くとしたが、1885年に、 上級市長という肩書きに戻された。第三帝国時代には、党の市上級責任者がこれに変わった。1946年、イギリス管理地区の軍事政府はイギリスをモデルにした地方自治制度を導入した。その後、住民により選出された議会が組織された。この議員の中から議長と市の代表者を兼ねる上級市長が選ばれた。この職はかつては名誉職であった。 この他に、1946年から、やはり議員の中から、市行政を統括する専人の上級事務長が選出された。ゲッティンゲンは2000年に、この二等制を放棄した。それ以来、専人の上級市長だけが存在している。この地位は、市行政の統括者であると同時に、市の代表者でもある。1999年の最初の選挙では、 ユルゲン・ナニエルフスキが選出された。彼は2000年1月1日に就任し、2006年11月1日に公認のボルフガングマイヤーにその職を引き継いだ。しかし彼は自治体選挙後に選出された市議会議員によって選ばれる市議会議長の職には引き続き止まった。議長職は現在カタリーナランカイトが務めている。 新市長者ゲッティンゲンの市議会は47議席で構成される。市議会議員の構成は以下の通り。2011年9月11日の選挙時現在、スピード・トグランは上級市長職をめぐる決選投票でボルフ・ガングマイヤーを支援した。彼は2006年9月24日の選挙で68.9%の票を獲得して、対立候補のダニエル・ヘルベルクを破った。 この選挙の投票率は30.4%であった。ボルフガングマイヤーは11月1日から8年間の任期についた。ゲッティンゲン氏の紋章は1278年の現存する最古の死の印象にまで遡る。下部は赤字で左に歩く金色、または黄色の紋章デザイン化された獅子が描かれている。この死史はベルフ家の紋章に由来する。獅子は 鉄筋弦がベルフ家の所領である、ブラウンシュバイクリューネブルク公領に属していることを示しているのである。上部は青字で紙壁を象徴するデザインである。銀色のアーチと赤い線灯型屋根をいただく銀色の三本の塔が描かれている。中央の塔は金色の球体、両側の塔は金色の十字を屋根の上にいただいている。塔と壁は 月金源が都市圏を有していることを示している。塔の間の空間には四つの玉が散りばめられている。死の旗は黒から金である。この死の紋章は1961年の死の基本条例で現在の形に定められた。一時は黒地に金の冠をつけた金の大文字、字を記しただけのシンプルな紋章を用いていたこともある。 ゲッティンゲンのモットーは、市議会食堂の入り口にも掲げられている、エクストラ・ゴティンガム・ノンエビータ、シエビータ・ノンエイタである。ゲッティンゲンは、以下の都市と、姉妹都市協定を結んでいる。ドイツ劇場ゲッティンゲンの劇場には、評判の良いドイチェス・テアター・ゲッティンゲン、ユンゲス・テアター・ゲッティンゲン及びテアター・イム・オピーがある。最後のものは、かつて、ゲッティンゲン大学外科学講座の手術室だった。 建物で現在は劇場として利用されている。ゲッティンゲンのゲーテインスティチュートライブクラブのオーグルブーフ、毎年初夏にヘンデル協会主催で開催される国際ヘンデルフェスティバルは1920年代のゲッティンゲンにおける音楽学の成果を示すために後期はロック時代のヘンデルのオペラを疎遠したことに遡る。20世紀後半にこのフェスティバルはジョン・エリオット・ガーディナーと あとには、ニコラス・マッキガンの監督下で、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル作品の音楽史・演劇史に則っ,った、実践上演の中心地となった。このフェスティバルには、世界中から、特に、ヘンデルの第二の故郷であるイギリスから、観客が訪れる。上演は、ドイツ劇場で行われる。2007年の夏に、ユーリとカーラは、ゲッティンゲン大学と共同で、アルテフェヒトハレを改造し、 文化センターを作ったこのホールは様々な形態の音楽公演が行う上で音響が良いこのホールでは毎年秋に舞踊文化週間が開催される。数年前からゲーテインスティチュートで室内楽のコンサートが開催されている。この建物は19世紀末ゲッテンゲンの起業家によって建てられたものである。両大戦間にこの建物は ゲッティンゲン氏によって研究者たちの宿舎として利用されていた。2003年からゲッティンゲンのピアニスト、ゲリット・ツィッター・バルトが対話コンサートシリーズを開催している。1964年にフランスの歌手バルバラが歌ったシャンソン、ゲッティンゲンでこの街は有名になった。この曲はゲッティンゲン公共楽団、ゲッティンゲン青少年公共合唱団、ゲッティンゲンフラワーマーケット、 グアのエープスやガンツショーンファイストラによって様々にアレンジされ、全国的に知られている。この他に、ゲッティンゲンにはクラシックのアマチュアオーケストラが5つあり、それぞれ特色ある活動を行っている。この町のゲッティンゲン児童合唱団は、1970年代には全国的に有名な合唱団であった。チョラカデミエゲッティンゲンのソリストはこの地域の音楽劇場と、 定期的な契約を結んでいた。この他に、ゲッティンゲンには、数多くのアマチュアビッグバンドや、ジャズグループがある。1978年から毎年11月の、第1週末に、国際的なスターやゲッティンゲンのジャズミュージシャンが、参加する、ゲッティンゲンジャズフェスティバルが開催されている。スタラートは毎年、造形芸術、文学、新しい音楽のフェスティバルを開催している。 法律上の問題から、ゲッティンゲン旧市街祭は開催されなくなった。そのため、2006年からは、毎年ディスコを中心に、インドア、旧市街祭が開催されている。このほか、催しには、私立ホールやローコレイが使われる。伝統ある、ライブクラブとしては、ノーグルブーフがある。1992年から、毎年秋に10日間にわたって、ゲッティンゲン文学の秋が開催され、 旧視聴者やドイツ劇場で国際的に有名な作家の朗読会や講演会が行われる。2002年には文学の秋の一環としてギュンターグラスの生誕75年記念式典が開催され、ドイツ首相のゲアハルト・シュレーダーや連邦大統領のヨハネス・ラウが出席した。ゲッティンゲン文学センターは1年を通して定期的なプログラムを組んでおり、例えば、 ビゲイバームホイタン作家や文筆者だけでなく、教会領域の文化創造者を招いている。文学センターは2000年から、格好たる研究施設として存続している。私立博物館ゲッティンゲンには、以下のゲオルクアウグスト大学植物園がある。ガウスベーバー記念碑ゲッティンゲンには、数多くの記念碑がある。芸術、文化的に、特に重要なものに、以下のものがある。 聖アルバーニ教会級ボール以内の市中心部には、以下の八つの教会がある。このうちの五つ、アルバーニ教会、ヤコービ教会、ヨハニス教会、ニコライ教会、パウリーナー教会は、古い教区教会である。マリエン教会はおそらく地域拡大以後に創建された。マルクト広場とコルーンマルクトとの角の歩道に、ビカーションブリックというブロンズ板が埋め込まれている。ここからは、 それぞれの方角に境界が見える。このブロンズ板は、医療品店オーナーのハロトゥベェイジングにより設けられた。パウリーネ通り沿いの木組建築群1981年、ディークマン医療店の改築工事で、1251年に建設された、この町で最も古いギルドハウスー法スの、ゴシック様式のボールトを有する基礎壁が見つかった。 現在、ボールとの地下室は、レストランとして利用されている。マルクト広場の南側、マルクト7番地及び8番地の建物は、ニーダーザクセン州の文化財リストに掲載されている。旧市庁舎も中核部は、ゴシック様式である。海岸脇には文章にも描かれている獅子の石像が2棟、ある。この建物が面している、マルクト広場には、この町の象徴である、ガチョウバンの娘、 ディーゼルの泉がある。この他に数多くの修復された木組建築が点在している。例えば、視聴者薬局、1945年3月21日の爆撃で破壊され、第二次世界大戦後に再建されたユンケルン・シェンケ、ボルネマン邸、シュバルザー・ベール、シュレーダー帝、リヒテンベルク邸などである。インネンシュタットは、現在も18世紀に、 散歩道に作り直された土塁にほぼ完全に囲まれている。大学の見どころとしては、監禁室のある行動、旧オーディトリウム、旧植物園が挙げられる。ガイスマーモン近くの旧大学天文台は古典主義様式の建物である。ガイスマーモン沿いに啓蒙時代後期の旧参院がある。この建物は、現在大学の音楽学セミナーとして使われている。 学生時代のビスマルクを想起させるものには、学生ローの他に、シモンのすぐ前の土塁に面したビスマルクの家がある。クレーバーベルクには人気のビスマルク島がある。中世には、ゲッティンゲンには11の見張り島があった。現存しているのは、リーズバルテ、ディーマールデーナーバルテ、ローリンガーバルテである。地域内には現代アートも数多くある。例えば、 ベルンとアルテンシュタイン作のブロンズ像、デアタンツは、地元では、ナーベルと呼ばれている。ランゲガイスマー通り44番の建物では、1日に、何度もグロッケンシュピールが鳴らされる。ゲッティンゲンのグロッケンシュピールゲッティンゲンカルチャーナイトの、様子歩行者専用区域全体で、パロディや音楽ライブなどの、数多くのパフォーマンスが繰り広げられる大変に、 有名な催しが8月の最終週末に開催されていた旧市街祭であった。しかし、最後の催しが支払い不能となり、経済的なリスクからこれを引き継ぐものが現れなかった。さらに、近隣住民から騒音に対する苦情があり、裁判でも住民が勝訴した。この2つの理由から2004年が最後の旧市街祭となった。月金源の様々な調整の結果、 2007年からインドア旧市街祭が飲食店などで開催される。ゲッティンゲンのハインツエールハルト記念日ゲッティンゲンは1945年から1960年までに90本以上の映画のロケ地になっている。主な作品に以下のものがある。制作会社はハンス・アービヒとロルフ・ティーレによって1946年に設立されたゴティンガー・フィルモフブオ・ゲゼルシャフトであった。 この会社は1950年代の時事問題に関する映画やハインツエルハルトによる数多くのコメディ映画を制作した。この会社は1960年にミュンヘンに移転した。クルトゲッツ映画はドムニック映画制作 GMBH によって制作された。サッカー全国的にも有名なゲッティンゲンのサッカークラブは 1SC ゲッティンゲン英語であったが、 長い間の成績不振の後、破産申請をしなければならなかった。その後、破産前に設立されていたジュニア部門と RSV ガイスマートが合併して RSV ゲッティンゲン05となった。このクラブはブラウンシュバイク地方リーグでプレーしている。ホームグラウンドはかつてはマッシュパルクとヤーンシュタディオンであったが、現在はベンツ通りの競技場を使っている。このクラブはサポーターでも 全国的に知られており、ゲッティンゲン最大のサッカークラブである。このクラブの長年のライバルが、隣のクラブ SVG ゲッティンゲン07である。このクラブは、ヤーン・シュターディオンとは、ライネ川の対岸にある SVG シュターディオン・アム・ザントベクを、ホームグラウンドとしている。この他、SCW ゲッティンゲンは、毎年主催しているゲー、有限都室内トーナメントによって知られている。 クリスマス直前にローコレイで開催されるこのトーナメントはその開催時期から1月中旬に開催される DFB ジュニアリーグカップの準々決勝に位置づけられている。4つの国際的に有名なクラブ、8つのブンデスリーガのクラブと12の地方クラブが4日間にわたって競技を行う。このトーナメントは毎回多くの観客を集めるヨーロッパ最大の A。 有限と室内トーナメントである。ゲッティンゲンの大きなクラブの役員は、この大学都市により高いクラスのサッカークラブをもたらすために他の大きなクラブと合併することを繰り返し、計画してきた。しかしこの計画はこれまでのところ、実現していない。直近では2008年11月に SVG ゲッティンゲン、RSV ゲッティンゲン05 SCW ゲッティンゲン、 TSV ホルテンゼントスパルタ・ゲッティンゲンの首脳人たちは FC ・ゲッティンゲンを発足させた。目標は、ゲッティンゲンにより高いクラスのサッカークラブを作ることであった。このクラブは一部では歓迎されたが、他方では激しい拒絶にあった。その後、SVG ・ゲッティンゲンは役員会議を開き、このプロジェクトから即刻撤退した。 こうしてこのクラブはわずか21日間で消滅した。SVG の広報担当者は、物的、人的リソースが大きく損なわれる可能性があると発言した。2006年サッカーワールドカップでは、メキシコ代表チームがゲッティンゲンに宿舎を置いた。チームは、ホテルフライザイトインに宿泊し、ゲッティンゲン選抜チームとテストマッチを行った。さらにゲッティンゲンは、フットサルの2006年、 非公式ドイツチャンピオン大会の開催地であった。バスケットボールゲッティンゲンでは伝統的にバスケットボールの街である。BG ゲッティンゲンの男子チームは現在 BG74 ゲッティンゲンとしてバスケットボール分でデスリーが一部でプレーしている。このクラブチームは2010年のユーロチャレンジで優勝している。この街で2番目に大きなクラブである ASC1846。 ゲッティンゲンのバスケットボールチームは1980年、1983年、1984年にドイツ選手権で優勝し、1984年と1985年にはドイツカップを獲得した。BG74 ゲッティンゲンの女子チームは2003年から2009年まで、やはり女子バスケットボールブンデスリーが一部でプレーした。2008年、 2009年シーズンには、鳥の巣ゲッティンゲンのチーム名を名乗った。しかしこのシーズンの後、新たな財政上の問題が生じ、一部リーガのライセンスを停止させられた。さらにチームゲッティンゲンは、ナッシュベックスバスケットボールブンデスリーガでプレーしている。ドイツ最高のリーグでプレーする、この3チームは、ドイツのバスケットボールの歴史に、新たな1ページを刻んだ。 女子チームの競技場は、フェリックス・クライン・ギムナジウムの体育館で、約1万5000人の観客を収容できる。2007年、2008年シーズンの男子チームは、ローコレイを利用した。ASC1846 の男子チームは、ハインベルク・ギムナジウムの体育館でプレーしている。ゲッティンゲンで英語の女子バスケットボールチームも1968年、 1970年、1971年、1972年、1974年に女子バスケットボール選手権で優勝し、この街のバスケットボールの伝統に寄与している。ゲッティンゲン大学の競技部は何度もドイツ大学チャンピオンになっている。最近では2006年にこれを達成している。カヌーポロカヌーポロはゲッティンゲンで盛んなもう一つのスポーツである。 ドイツ代表ゴールキーパーのキム・フロールとドイツ代表選手ニルス・ヒルデブラントが所属するゲッティンゲン・パードルクラブ男子チームはドイツ選手権で2回優勝している大部分がドイツ代表選手からなる女子チームはゲッティンゲン出身のコーチヤンバウアーのもと2006年にアムステルダムでの世界選手権で世界チャンピオンになり2007年にフランスで開催されたヨーロッパ選手権で ヨーロッパチャンピオンになった。さらに、ドイツ選手権では2004年、2005年に次いで2007年にもチャンピオンのタイトルを獲得した。その間の2006年は5位であった。このほか毎年ブラウベク屋外プールで国際的な選手や有名選手が参加するトーナメントが開催される。GPC のジュニアチームも成功を収めている。例えば、ニーダーザクセン選手権1位。 有力選手が参加するカルナートバイ1位、ベルリンのドイツ選手権2007では過去最高の3位を獲得している。ホッケー1982年からゲッティンゲンのスポーツシーンに新しいクラブが加わった。それまで ESV ロートバイゲッティンゲンの参加に集められていたホッケー選手がこれに参加した。1982年7月1日から彼らは スクラブゲッティンゲン EV という新しい名前で活動した。トレーニング場は屋外シーズンには天然芝の上でプレーできるグライトベクの別力スポーツ施設が使われる。屋内シーズンにはゲシュビスター書類総合学校の大ホールが使われる。クラブハウスも流行り学校内にある。2010年、2011年の屋内シーズンから HCG の女子チームも 男子第一チームと同様に、ニーダーザクセン連盟リーグ一部でプレーしている。このクラブの男子、第二チームは、連盟リーグ三部に所属している。この3チームの他に、主に地域の大会に出場する、青少年チームや余暇チームがある。2010年現在、この町の失業率は8.3%である。ゲッティンゲン駅ゲッティン,ン市内を走る2連、バスゲッティン,ンの地域の西部を、 北から南に、連邦アウトバーン A7 号、ハノーファーカッセル線が走っている。この道路は、ゲッティンゲンの南にある、ドランメタルジャンクションで晴れからライプツヒへ向かう、連邦アウトバーン A38 号線に接続する。さらに、連邦道 B3 号線、B27 号線がゲッティンゲンを通っている。ゲッティンゲン駅は、 1991年に開通したハノーファー・ビュルツブルグ高速鉄道の駅であり、それ以来アイスの停車駅となっている。アイスの路線はカッセル経由でフランクフルトアムマイン、ミュンヘン、シュトットガルト、さらに一部はスイスやオーストリアへ反対方向ではハノーファー、ハンブルク、ブレーメン行き、あるいはブラウンシュバイクやボルフスブルクを経由してベルリンへ向かう列車がある。 在来路線網では、ゲッティンゲンは、北のハンブルクからハノーファーを経由して、南のカッセル、フランクフルトアムマイン、ビュルツブルグへ向かう路線に面している。ゲッティンゲン・ボーデンフェルデ線は、ベーザー・カファミア・ゾリング山中を走っている。ゲッティンゲンには、毎日100本以上の高速鉄道と多くの、近郊列車が発着する。ゲッティンゲンで分岐している四川ドランスフェルダー鉄道は、 ハノーファーとカッセルを結ぶハノーファー南線の一部として作られたのだが、1980年から廃線となっている。ドゥーダーシュタットへ向かう京弁鉄道、ガルテタール鉄道は1957年に旅客運行を停止した。最寄りの空港はハノーファーとパーダーボルンにある。もっと小さな飛行場はカッセルカルデン、ヘクスター、ホルツミンデン、ノルトハイムにある。 ゲッティンゲンのクラブと関係のあるグライダー飛行場はバーとガンダースハイムとハイリゲンシュタットがある。ゲッティンゲン交通会社の15本のバス路線と数多くのタクシーがゲッティンゲンの公共旅客交通機関として利用される。この学生都市で人気の交通機関は自転車である。主に起伏の少ない地形のため、ゲッティンゲン中核地区は自転車交通に公的であった。 数多くの充実した自転車道や駐輪場が設けられており、その中には有料の駅前駐輪場が含まれる。ゲッティンゲン氏は2006年にニーダーザック選手州の自転車に優しい街コンテストで優勝した。この街の依頼で制作された交通規則と市内中心部の駐輪場地図を掲載したファールラートフライヤーが2008年から入手可能である。市内を 来年配で自転車道が通っている。サイズ社のゲッティンゲン工場ゲッティンゲンには多くの計測技術企業がある。1998年に地域経済連盟、メジャーメントバレーが創設された。これに加盟する34社には、職業訓練学校、ゲオルクアウグスト大学ゲッティンゲン、ヒルデスハイム、ホルツミンデン、ゲッティンゲン専門単科大学やハノーファー、 商工会議所の施設が含まれる。会員には、ザルトリウス・エジーやマーグループも含まれる。ザルトリウス・エジーは、ゲッティンゲンに本社を置く国際的に活動する、コンツェルンで、実験、プロセス技術の分野での国際的企業である。この会社は、2006年現在、世界の従業員数約3800人、売上高5億2110万ユーロの規模である。 マーグループもゲッティンゲンに本社を置き、自らも計測技術分野で世界第3位の規模と称している。2006年現在の総従業員数1,550人、総売上高1億6,800万ユーロである。その他の重要な産業分野は以下の通りである。ゲッティンゲン行政裁判所ゲッティンゲン大学北部、キャバスゲッティンゲンは、 基本的に教育と研究の町であり、大学都市とも呼ばれる。44人のノーベル賞受賞者がこの町で生まれ、または働いた。町の風景を決定づけ、雰囲気を支配しているのが、ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンである。この大学は、イギリス王でもあったハノーファー選定校。 ゲオルク2世アウグストによって1737年に設立され、数多くの著名人が、教師、学生としてこの大学に関わりを持った。2007年には、エクセレンツイニシアティブの第2ラウンドで、これに選ばれた。ゲッティンゲンの有名な教師、学生約320人の急遽には1874年から、表示板が取り付けられている。表示板は主に、白い大理石に、 そこに住んだ人物の名前が記されたものである。ゲッティンゲンは1974年から応用研究と芸術のための専門単科大学の所在地となった。1983年にゲッティンゲン職業アカデミーが設立され、1994年に私立ゲッティンゲン専門大学、2002年にドイツ赤十字専門単科大学が創設された。この他に、 ゲッティンゲン行政、経済アカデミー EV やゲッティンゲン市民大学 EV がある。大学以外にもゲッティンゲンには4つのマックスプランク研究所がある。マックスプランク実験医学研究所、マックスプランク生物物理科学研究所、マックスプランク多宗教、多民族社会調査研究所、マックスプランク動力学と自己組織化研究所である。 ゲッティンゲンは2009年学年度、ペスペクティーバッシュプロカのテーマの下、ドイツの銃の学級中心地の一つとなった。図書館と学術サービス施設ゲッティンゲン私立図書館その他の学術施設、エクスラブその他の学校、フェリックス・クライン・ギムナジウムゲッティンゲンには5校のギムナジウムのほか、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルク総合学校とゲシュビスターショルー総合学校があり、 ここでもアビトゥーアを取得できる。さらに、経済専門ギムナジウムの職業訓練学校 I、工学専門ギムナジウムの職業訓練学校 I、健康、社会学専門ギムナジウムの職業、訓練学校 II でもその機会がある。より自由な教育を行っているのが自由、バルドルフ学園とモンテスソ理リ学校である。このホカゲッティンゲンには、一般教育、 職業教育のための様々な教育機関が用意されている。印刷メディア1933年の言論統制まで、ゲッティンゲンとその周辺地域では、ゲッティンガー・ザイトングとゲッティンガー・フォルクスブラッドが刊行されていた。ラジオゲッティンゲンでは、スタッドラジオゲッティンゲンが、ローカル放送局として、気象用ラジオプログラムを放送している。地方の情報は、 ニーダーザクセンの民放ラジオ、ヒットラジオアンテナと FFN が放送している。NDR1 ニーダーザクセンは、平日には、ブラウンシュバイクのスタジオから、ニーダーザクセン南部及び東部向けの地域情報を、放送している。この街のスタジオで、ニーダーザクセン南部向け番組を制作している。制作会社は、他の NDR 放送や、ダスエルスで、NDR テレビの番組も制作している。 市内では、以下のラジオプログラムが受信できる。NDR1 リーダー作戦、超短波放送 88.5MHzNDR2、超短波放送 94.1MHzNDR クルトゥール、超短波放送 96.8MHzNDR インフォ、超短波放送 99.9MHzN、ちョイラジオ。 超短波放送 95.9MHz スタットラジオゲッティンゲン超短波放送 107.1MHz ラジオ21超短波放送 93.4MHz ラジオ FFN 超短波放送 102.8MHz ヒットイコールラジオアンテナ超短波放送 106.0MHz ドイツ放送超短波放送 103.5MHz アワーズ1 超短波放送 99.0MHz ツアワーズ2超短波放送 95.5MHz アワーズ s 3超短波放送 89.5MHz ツアワーズ4超短波放送 101.7MHz ヒットラジオ FFH 超短波放送 105.1MHz MDR 1ラジオ作戦ンアンハルト超短波放送 94.6MHz MDR フィガロ 超短波放送 107.8MHz MDR ジャンプ、超短波放送 91.5MHz 89.0RTL。超短波放送 89.0MHz ツアワーズインフォ、中波放送 594KHz 0時から19時。および22時から24時まで。放送市内の一部高台地区では、ザクセンアンハルト州、チューリンゲン州、バイエルン州、 ノルトベストファー練習の放送局の超短波放送を聞くことができる。ドイチラントラジオクルテュールは 97.2MHz、97.4MHz で市内のいくつかの場所で聞くことができる。超短波放送受信には不利な谷状の地形であるため、ゲッティンゲン近郊のニコラウスベルクやオスターベルク及びヘッセン州ベラマイスナー郡の送信所からの放送が 市内全域のどこでも聞けるというわけではない。上記のリストに記した周波数は放送されているものである。テレビゲッティンゲンにはローカルテレビ局がない。2006年5月29日にそれまで地域に向けてアナログテレビ放送を行っていた地上波アナログ放送を行っていたゲッティンゲン送信書とフォーアーマイスナー送信書を停止し DVBT に移行した。これで 民間放送の RLT と SAT1 は地上波で受信できなくなった。しかし、その代わりアナログ放送よりも数多くの公共プログラムが受信できる。エスポール送信書は、ダスエルステ、ZD 会、アルテ、アインスフェスティバル、サンサット、KI、カ、ザットフニーおよび NDR テレビ、WDR テレビ、アワーズテレビや MDR テレビが視聴できる。 フォア・マイセン送信書やヘッチャースハウゼン、送信書からもほぼ同じ内容の放送があり、市内全域でこれらを受信することが可能である。ケーブルテレビや衛星放送のほか、一部の地域ではテレコムの IP 放送も利用されている。オンラインメディア2001年から非商用、オンラインマガジン、ゲッティンガー・シュタット・インフォがインターネットで配信されている。2005年中頃からは、 インターネット新聞 www.buergerstimen.de がある。ゲッティンゲン出身者を列記する。その人物がゲッティンゲンで活躍したかどうかに関係なく出身者をリストした。生都市順である。ゲッティンゲンで暮らし、活躍し、あるいは亡くなった人物を列記する。ただし、ゲッティンゲン大学で学び、あるいは教職にあった人物は、 ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンを参照のこと。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ゲッティンゲンの近代史。ありがとうございます。